吉田六左衛門12月15日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員。1939年12月15日、新潟県新潟市籍谷田町生まれ。父は、元新潟県議会議員の吉田吉平。新潟県立新潟高等学校を経て、早稲田大学理工学部建築学科卒業。土建会社経営をしながら、 1983年、新潟県議会議員選挙で初当選。1987年の同、議会議員選挙でも当選して2期務める。1990年に若杉元樹の辞職に伴う、新潟市長選挙に立候補したが、長谷川義明に敗れ落選。1996年の第41回衆議院議員総選挙で、新潟1区から、 自民党公認で出馬し当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙で再選。2001年1月に第2次森改造内閣で国土交通大臣政務官に就任。その後は2001年5月に自民党の副幹事長及び政調国土交通部会長代理。2002年に第1次小泉改造内閣で 総務大臣政務官に就任するも、2003年の第43回衆議院議員総選挙では落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙出馬の際に、旧加盟派を退会。選挙では、小選挙区では、西村ちなみに敗れるが、比例復活で当選。当選後は無派閥のまま、別部務が中心となり結成した、改革フォーラム新しい風に、 助言役の特別会員として参加していた。2006年9月27日、第1次、安倍内閣の国土交通大臣政務官に就任。10月21日、講演会の集まりにおいて、政務官就任の報告と合わせて伊吹派への入会の意向を報告し、10月29日に、同派へ入会した。二千七年、向こ用の吉田隆が新潟市議選に、 自民党公認で出馬し当選した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に自民党から出馬。公明党の推薦も受けるも落選した。トラック業者の業界団体道路運送経営研究会から献金を受けている。建築学科卒業、土建会社経営という来歴から国土交通分野に対し積極的に取り組んでいる。 衆議院の国土交通委員会や国土交通大臣政務官を経験した。ありがとうございます。